皆さんこんにちは読売新聞の調査研究本部略して長県の主任研究員が国内外の最新ニュースを深掘りして解説する読売長県レディオ今日は林田明男さんにお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回のテーマは忍び寄る悪いインフレですそういえば最近は食品などの値上げが相次いでいますね家計にとっては大変困ることですねはい えー、食品や日用品の値上がりは懐に痛いですね、はいえー、昨年からの原油高騰で、えー、ガソリンや灯油も大きく値上がりしています、はい、家計のやりくりが特に難しい冬になりました。はい、とはいええー、物やサービスの値上がりが家計にとって悪いということは、今回に限ったことではありません。うん、今日はここのところののとととろ物価上昇がももししかかするるりわけ立ちのあるインフレになるかもしれなれい というお話をしたいと思いますはい、えー。そのインフレどういうところが特に立ちが悪いのでしょうかポイントは物価上昇の原因です、うん、物価が上がる原因は大きく分けて二つあります一、はいえー、つ目ですけれども、はい、物やサービスを買いたいという気持ちいわゆる需要が高まれば少しくらい値段が高くても買おうという気分になります、はいえー、例えば勤めている会社の業績が良くて給料が上がりましたとか、うん 経営しているお店の売り上げが増えたとか、いわゆる景気がいい状態になると需要は高まります。はい、この場合、値段を上げても売れるため、さらに景気が良くなり、給料も上がります。はい、給料が増えれば需要が高まり、多少高いものでも買おうかという人が増えると。うん、そうすると物価も上がっていくと。はい、需要の増加が原因のインフレの場合、物価高が好景気をもたらす。 良いインフレになります経済学では需要を示すディマンドを使ってディマンドプルインフレと呼びますもちろんいくら良いインフレと言っても物価が急上昇すれば社会は混乱してしまいます、うん、え揺れやかな物価上昇なら少し遅れて給料もそれから年金の支給額なども増えますから皆さんの懐はそれほど痛まない とということになります、はい、緩やかな良いインフレなら困ったことにはならないということなんですね、しかし、悪いインフレであればどうでしょうか悪いインフレの方は、需要の増加ではなく、供給の減少や価格の上昇、供給価格の上昇、こういったものが原因になっているわけです。工場ななならら部品品や原材料商商店なら仕入れる商品こうしたものが足りない あるいは高いお金を出さないと仕入れできないといった状態です。はい、仕入れ価格が上昇したのに、販売する価格を上げられないと利益は減ってしまいます。うん、工場や商店は、当然、出荷価格あるいは販売価格を上げたいと思っていますけれども、うんえー、そもそも買いたいという需要が増えたわけではないので、簡単には値上げできません。うん、少しだけ上げて我慢する とかですね、小幅な値上げをしたところで,です、ね、需要がもともと少ないので、売り上げは当然悪くなってしまいます。うん、このため、売り上げ全体も減る、利益も減ると、えー、社員に払う給料も増やせないと、そうなれば需要はさらに冷え込むと、物価は上がるが需要は増えず、給料も増えない、家計は苦しくなる、景気も悪くなる、そんな悪循環です。うん、このののタイプのイプンフレは仕入れなどの費用 つまりコストの上昇がきっかけなので、経済学でコストプッシュインフレと呼んでいます。はい、さらにこの状況が悪化して、物価上昇と不況が急激に進む状況をスタグフレーションと言います。はい、日本ではほぼ半世紀前の第一次石油ショックの時石油の高騰をきっかけに、前年比20%を超えるインフレ。 凶乱物価と言われましたけれども、そんな激しいインフレとマイナス成長の不況、これが同時に起きて、スタグフレーションに陥ったことがあります。はい、今は石油ショックのときのような激しいインフレや深刻な不況は起きていませんけれども、原油や穀物など輸入品が高騰している点で、石油ショックの状況に似てきています。うん、新型コロナの影響で需要もしぼみがちと うん、いう中ですから、物価高と不況が同時に進む恐れが強まっていると、私は見ています、はい、そうなると心配ですね、さて、今、需要が少ないので、値上げしたくても値上げできないというお話がありましたけれども、身の回りでは結構、値上げは行われている印象がありますが、はいえー、問題は、企業やお店が十分な利益を確保できるほど、販売価格を上げているのかという問題です。うん 統計数字で確認してみましょう、企業の仕入れ価格などの動向を示す企業物価指数は、えー、昨年2021年11月に前年同月比9.2%も上がりました、うん、12月は8.5%に鈍化しましたけれども、それでもかなりの上昇率です。はい、一方、企業やお店が消費者に売るものやサービスの値段を示す消費者物価指数。 こちらは2021年11月、12月ともに前年同月比で0.5%の上昇でした、うん、プラスとはいえその幅はわずかであって10%近い上昇を示している企業物価指数とは大きな落差があります、はい、つまり大幅に上がった仕入れ価格この上昇分を販売価格に十分転嫁できていないというのは明らかだと思います、はい とりわけ深刻なのが中小企業です。例えば、大手の食品メーカーなら、商品の納入先のスーパーなどに強い影響力があります。取引を打ち切ってしまうと、スーパーの品ぞれが悪くなってしまいますよね。うん、スーパーも簡単に取引をやめるわけにはいかないので、食品メーカーの値上げに反対しにくいわけです。しかし、立場の弱い中小企業ではそうはいきません。うん、コスト高を販売価格に反映できず、 利益をを削ってて我慢の経営を強いられているところがとても多いのです。うん、本当にそうですね、確かに値上がりしているのは、まあ、調味料であるとか、カレーだとか、小麦粉だとか、大手メーカーの商品がほとんどという印象ですよね。さて、後半では悪いインフレが進むと、経済にどういう影響が広がるのか、話を深めたいと思います。 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしています前半は今のところ消費者物価の上昇は小幅ですけれども悪いインフレに陥る懸念が強まっているというお話でしたさて具体的な影響は出ているのですかはい、えー、景気の現状を探る上で参考になる統計があります これは内閣府が発表している景気ウォッチャー調査というものです。景気、はい、動向に敏感な職業の人たち、例えばスーパーや家電量販店の方、商店主やタクシーの運転手、こうした方に景気の動向を尋ねたものです。はい、一般の人の景気実感を示しているので、街角景気とも呼ばれています。はい、最新のデータは今年 2022年1月12日に発表された昨年12月調査で内閣府のホームページで皆さんも閲覧できます、はい、12月の景気判断指数は前月より0.1ポイントわずかながら上昇しました、うん、私が気にしているのは3ヶ月先の予想を示す先行きの判断指数これが4.0ポイントと大きく落ち込んだ点です、うん 原因の手がかり、これは調査に答えた人のコメントから探ることができます。はい、12月調査は、全国の景気判断の理由について、12のコメント枠を設けていて、それぞれに良いから悪いまで、5段階の景気判断が示されています。これで興味深いことがわかるんです。はい、12枠のうち、コロナに触れているのは8枠あります。値上げ関連は5枠と えー、コロナのことを気にしている人はやはり多いですね、はいえー、でコロナの枠ですけどコロナが出てくる枠の景気判断は、えー、実は良いが2、やや良いが3、普遍が1、やや悪いが2で、どちらかといえば良い判断が多くなっています、うん、昨年末までコロナが落ち着いていたためだと思います、はいえー、これに対して値上げ関連は、良いとやや良いはゼロ。 普遍が1、やや悪いが3、悪いが1です。ほとんどが悪い材料になっています。はい、景気の面ではコロナよりもコスト上昇の方を心配している人が多いということになります。はい、では、どんなコメントがあるのか具体的に紹介します。一、はい、つ目、東北地方のスーパー。原材料の値上げによる食品の値上げが続いていると。日々の生活の中で節約。 契約志向がさらに強まっているということで判断は悪い、うん、北関東の化学工業ですけれども主要原材料価格の大幅な上昇があり取引先に価格転嫁の依頼をしている状況で非常に悩ましいこれで判断はやや悪いと、はい、北陸の都市型ホテル燃料や食料品の値上げにより 外食や旅行などの予感に対する消費の抑制を懸念していると判断はやや悪いと、うん、原材料価格を中心とした物価上昇圧力とそれを販売価格に転嫁できない現状について経済の現場からはすでに悲鳴が上がり始めています先行きの見通しも決して明るくありませんはい。こうした現状に対して政府や政治は手を打っていないのでしょうか そうでもなくて、えー、一部売っているところもあります。ガソリンの全国平均価格が1リットル170円を超えると、石油元売り会社に価格抑制のための補助金を支給する制度。えー、こうした対応を取りつつあります。ただ、部分的な対象療法の域を出ていないと思います。原油高で上がるのは、ガソリンや灯油の値段だけではありません。実際に、えー、牛丼の値上げの理由には、 牛肉価格の上昇とと並んで原油高と書かれていました、うん、牛丼の材料に原油はないということでその理由を牛丼チェーンに取材してみました、はい、答えはです、ね、物流費や持ち帰り牛丼の容器代これが原油高で値上がりしたためだというふうに答えていました、はい、確かに樹脂製の容器は石油が原料ですよね、うん えー、消費者物価は0.5%と小幅な上昇ですけれども、えー、そうなっている一因は、えー、菅前首相が主導した携帯電話料金の値下げです、うん、これが実は物価を1.5%ほど押し下げていると言われています、はい、実はこの効果今年4月にはなくなってしまいます一、うん、年で一巡しちゃうわけですね、はいえー、専門家の中には日銀がデフレ脱却の目標としている 物価上昇率2%が実現すると、4月になればですね、実現すると予想する人もいます。ただし、これは需要が拡大し、いい形でデフレを脱却するのとは違い、景気を悪くする形で物価が上がっていくという点が心配です。原油高に端を発したコストアップにどう対応するか、どうすれば中小企業が我慢の経営を出して利益を確保できるか。 政府は総合的な対策を練る必要があります。中小企業が追い込まれている状況に手を打たず、賃上げで分配を増やし、新しい資本主義を実現するなんて言ってもです、ね、うん、あんまり説得力はありません。はい、問題なのは、国会でこうした議論があまり行われていないことです。うん、国会で統計という言葉たまに出ますが、はい、ほとんど国土交通省の統計不正問題のことです。はい これも確かに重要な問題ではありますが、野党の議員も答弁する首相や閣僚も、えー、何かというと統計は大事だと言いますけれども、うん、ご本人たちはあまり統計を見ていないんじゃないでしょうか。うん、先ほどの街角景気に目を通せば、コスト高が生産や販売の現場を困らせている、えー、そうした実態がわかるはずですから、うん、国民の暮らしや中小企業の営みを守るという、 政治本来の使命を胸に刻んで、国政に当たってもらいたいと思います。はい、林田さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。読売朝刊レディオは、これからも、その時々の旬なニュースを取り上げていく予定です。次回もどうぞ、お楽しみに。 最新ニュースを深掘りする読売朝見レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。